おお。あ、わっちゃんも。すごい。モコモコだ。できれば泡と難しい。おいで。袋に入れて叩くんですか。そうやで。こんだけ残しかねましたわ。残してください。ありがとうございます。でこうして叩く。はい、どうぞ。はい。こうして叩いてください。はい、邪魔します。そうだね。でもだいぶ穴から出てきちゃう。お、そのための。そのためのなんだ。あ、ここの中にゴミが溜まるっていう。そうです。あ、下に出てくるんや。お、見せて、下。はい。おお。おお、いいね。最後はやっぱり手で、うん、ちょっとだけな。あ、でもすごい、すごい取れてる感じ。これ大昔からやり方変わらないですね、多分。そうやでの。この通りやで。ねえ。昔はこう、あの袋はなかったけどね。あ、そのままだとあかんけど。体にいいかし。あ、最後はそうやって振るんですね。そうそう。うちの女子はさ、藁が好きでさ、やっぱりこういうの好きなんやな、稲や藁やらの。これ食べ方は餅に混ぜるんですか。餅についてつくときな。もち米の中に入れてつく。そうそうそう。あ、もちときな。綺麗になりますね。の。おお。の、綺麗になったの。みんなそれか言ったら洋専門やってた。あ、これいいこと考えた。これさ、こうやって自分の手だけでやるとすごい力使うでさ、ここでさ、こうやってここ支点にしてさ、こうやってしたら楽。あのシーソーみたいな感じ。ああ、なるほど。これって海外ではまだこうやって東南アジアとかやってますかね。いや、なんか場所によってとか違うのか分からんけど、大規模にしてるとことかは、馬とかに行かせてるとこもあった。これバーって広いとこに、道路とかみたいなとこに置いといて、で、この泡とか、穀類置いて、で、その上を、こう、誰かが通っていくの。で、一時には車とかも通ってて、それがこう、タイヤで引いてくれるみたいな。え、それ、馬の足で踏んでもらうってことですか？そうそうそう。へぇー。本に載ってて写真が。それアジアですか。アジアとあっちのヨーロッパの方の国もあったと思う、多分。へえ。でもそれは泡じゃなかったかもしれないけど。雑穀ですか。雑穀。ちょっと上下つけすぎとる、こっちつけすぎとるの、ちょっと細いの。あ、これ半日かかったわ。へえ、半日かかって取った。黒いの取るんですか。そう。へえ、まったく暇いるで。ほいで古いもで取ったらいいんだけどの。また古いもで取るわ。あの、手震いで振るいもて。
はい、ありがとうね。はい。あ、こんにちは。黄色いの、うん、なんか玄米みたいな色、玄米の色、ね、やっぱり稲荷とか焼いてたから香ばしい。あ、そうなんです。なんかさっき騙されないかなと思ったけど結構白くなってきましたね。電気はついてなかったよ、うん、ランプや何かでそんなに家の中も明かりないさかいは、うん、静ぐらいやってね、白いじゃらちょっと色ついてたってわからんわ。同じような色でね。あ、それで婿さんを騙したっていう話なんです。婿騙し。うん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 。あだ名がついた。うんうんうん。ちょっとあんまり婿さんも。はい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 、ありがとう。はい、ちょっとわーおー。これはこれでんの？うっ、最後。どうしよう。よいしょ。まあ、あんこじゃなんの、ねぎるぜ。ちょっと、あれんとこやろ。なに？もろかや。もろそこに何ぼるのある。はい。はい、暑かったら変わってもらう。ますみちゃんも早いと。変わってもらって、ほいほい。あれやったら、ふたとこで切るわ。なあ、そうや。なんじゃか。ほんとないよ。こっちやろ。ちょっと、こんだけ、あんこ見てくれ。おぉ。うん、そっち持っていて。じゃあ、ますみちゃん切ってくれ。え、みんなお互いの家でやり合ってるんですか？うん、あ、そうなんですか。助け合いする。あ、ありがたいやろ。いいですね。うん、楽しいですね。みんなで。だんだん、昔はそうじゃなくて、だんだんそうって言うて、うん、兄弟と一緒。ああ。言うたけ放題。あ、いいですね。東京の方にも置き置きは。置き置き。見たわ。置き置きは。日は置き置き。喜べるわ、今度置いていき。私はもうついそのままやろ、ちたっとで、おかげさまよ、皆さんね、ほんまの皆さんのおかげで。泡餅、初めてなんで。ああ、そうかな。いただきます。はい、どうぞ。泡ってわからないけど、美味しい、はい。局長さん、あ、いい年越しができます。いやいや、ありがとうございます、本当に。